こんにちは、ダイスです。今回はピクミン4続きからやっていきましょうということで、残っているルイのお願い事、あ、パピヨンに会いに行くになってるんびっくりした。B ボタン、ミッションリスト、サイドミッション、今夜のごちそう、焼きチャッピーを1匹以上回収する、これです。焼きチャッピー1匹丸々食べたい目玉が最高、けだもののなんとかって洞窟にいたかもということで、けだもののなんとかに向かおうと思います。けだもののなんとかってどこにあったかな。Y ボタンでちょっと探しますね。まがいものの巣穴じゃなくて、けだもののなんとか、かまど、ここだね。けだもののゆりかご。はい、ということで巨人のかまどに行きましょう。すごい、一番星の隠れ家を通り過ぎてる。出発。焼きチャッピー上手に取れるかな。ちょっとね、不安ですよね。到着。けだものの場所ってどこでしたっけ。けだもの、けだもの、なんかピン残したままになってますね。違う、最終兵器実験場でもなくて、ここでもないもんね。これでもない。え、ここか。最近行ったとこですね、やっぱり。じゃあ向かいましょう。こっちからかな。ここから行けない。ちょっと難しそうですよね。落ちちゃった。落ち、落としちゃった。やっちゃった。はい、何階にいるんでしょう。けだもののゆりかご、1階、1階にいるかな。3階までしかないので、どこかにいるはずなんだけど、じゃとりあえず1階でやってみます。1匹連れてくれば多分唐揚げとかにするんじゃないかな。目玉が美味しいらしいですけど。焼きチャッピー、背中の炎を消すのが一番楽なんだけど、それをするとあんまり良くないよね。あれ、私ここの近くのあれ、これつけてなかったっけ。あ、いたいた、焼きチャッピー。これ必要なのはこれです。なので全部赤ピクミンにすればよかったですね。ちょっと失敗しちゃった。赤ピクミンにして、はい解散で行こうか。行きます。ちょっと食べられちゃったりするからね、一回戻します。これ目玉が最高ってサイズ感違うけど美味しいのかな。はい、よし、終わり。はい、これで多分いいのでは。焼きチャッピー、焼きチャッピーの他にこれ欲しいとかないですよね、この辺にいるの。ちょっと怖いんだけど、焼きチャッピーだけで大丈夫ですよね。わかりませんが、まあ一応終わってるので何もしなくていいとこだから、このままもう戻っちゃいます。地上へ戻る。1階にいてくれてよかった。次のルーイのお願い事が怖いですね。はい、戻ってきました。さてさてさて、一応ルーイからのお願い事の食材はこれで集まったので戻りましょう。ここもすごい大変だったな。キャンプ場なんですよね、ここ。これかまどになってて、お肉焼くやつね。私ダッチオーブンとか持ってないんだけど、キャンプ行きたかったな今年の夏。暑すぎてちょっと無理だったんだけど。はい、ということで拠点移したりはしなくても良さそうなので帰りましょう。ルーイのお願い事、今回のでさあ4つ目かな。次もありそうですよね。それでは記念すべき80日目に入りました。はい、クリアしてから何日いるんだろうね。ということでルーイに報告行きましょう。はい、ごちそう取ってきたか、これ取ってけ。今夜のごちそう4、焼きチャッピを1匹以上回収する。完了。また食材取ってきて、欲しい食材まだある。なんだろう、大葉もどき。1か所ぐらいしかいんじゃなかったっけ、大葉もどきって。いや私苦手なやつだぞ大葉もどき。ちょっと聞きましょう。大葉もどき1匹なんとかレストランってとこで探してきて、やっぱりやっぱりそこですよね。一番星の隠れ家だったかな、一番最後のところだったかな。難しいとこにねいたはずなんですよね、パンの形してるやつ。大葉もどきなのか。はい、じゃあ確認しましょう。 Y ボタンで確認します。どんぶりレストラン、多分ねここですね、一番星の隠れ家のところです。他はレストランないからここだね。どんぶりレストランか。何回にいたかな。結構急いで突破した気がするんですよね。はい、ということで行きましょう。到着。大パンもどきってなんで知ってるかっていうと、パンの形してるやつなんですよね。四角い食パンみたいな形をしてるやつなんですけど、珍しすぎて多分この名前ってあれしかいないでしょって分かりました。特に図鑑見てたりしたわけじゃないんですが、本当に食パンみたいなんですよね。どこだろう、ちょっとこれ消しますね。ピン消します。これもいらない。ここ多分違うね、違うね。でここも確か名前が違うでしょ。で記憶が正しければここだと思います。あ、まがいものがこっちなのか。ここ結構前に行ったとこだよ。ここちょっと移動したいな。ここに行きたいな。行き方がちょっと微妙ですね。上上がってからかな。まあ近いところにいたといえば近いところにいたんだけどね。下のだ、ここから行けたんでしたっけ。そこ忘れちゃってるけど、よいしょよいしょ。はい、ここ確かストーリークリア前に行ってる気がする。これ多分ちっちゃいのはねパンもどきなんですよ。で大パンもどきって食パンみたいな四角いでっかいやつ、映んないかな。映んないね。どっかにねいたんですよ確かに。すごい時間かかりそうな感じする。とりあえず1階から見に行きましょう。どこにいるかがちょっとわからないので探します。でしかも普通に攻撃すると倒せなくて、なんかするとね確か追加ダメージみたいな感じで倒れていって最後に回収みたいな感じだった気がするんだけどな。ちょっと難しかったんですよね。ということでどんぶりレストランやってまいりました。分取られるんですよ確か。これ原生生物を勝手にというかね逆に取ろうとするんだよね。ほらこうやってね。でこれをオッチンとかでこう横取りしないようにってやって、そうでね回収がねあんまりできないんですよ。そうそうなのでやり方がちょっと難しくなるので練習します。ちなみに今のが多分パンもどきちっちゃいやつだと思います。みんななんかお花咲いてる？あ結構咲いてるんだね。じゃあもうこのままいっちゃおう。普通にねあんまり攻撃してもねこうダメージが入らないんですよねあんまり。うんなのでそんなに入らないから難しいっていう感じだったはず。はいおーなんか来たなんか来たね。勝手に持っていかれてるでしょ。これがね困るやつなんですよね。で勝手に持っていかれるからこうやってあはいこうやって引っ張って一緒に引っ張ってもらうんだけどダメージ入れにくいんですよね。大パンもどきはこれのもっとダメージ入れにくいやつ確か。困ったー。これはただのパンもどきのはず。鳴き声可愛いんだけどね。はいよし、じゃあちょっと倒してはいで運んでもらおう。多分ね取りに来るはずああやってほらほらはいで2人とかだと確かねあやっぱりあれですね人数が何人がいいんだろう何人がいいんだろう。もうちょいだね。おいけたいけた。1匹回収。これが多分パンもどき。名前出ないけどこれの大きいやつでしょ。結構先にいた気がするよ。ちょっとちゃんと見よう。じゃあ2回行きます。すごい練習しないと難しいかも。どうやってやってたんだったっけ。引っ張り合いっこして連れてったら確かね宇宙船にぶつかってダメージを負ってたんだよね。で多分そういうやり方なのかなって思っていたので結構時間かかると思います。どんぶりレストラン何回思いなさそうだな。だから何回かトライしたいよね。はい、ちょっと探します。いないね。なんかいなさそう。いないですな。じゃあ下行きましょうじゃないや次行きましょう。次いないっぽいので、これやったらどうなるんだっけ。あ、よくない。風向きが変わった。これじゃないとちょっといけないので移動。ほい、次行きます。これで2階が完了。3階いやワンフロアでしか見てなかった気がするんだけどな。いやーどうだったかな。だいぶ難しかった記憶があるんですけどね。はい、ということで3階です。何階にいるの。あー、ここでもない。ここでもないですね。これを倒せばいけるっていう感じのはず。倒さなくてもいいかな。はい、さよならします。ごめんなさいとてもごめんなさい。そのままにしましょう。4階、5階ですかね。最後にいるのかな。4階、確かパンもどきも一緒にいたんですよね。大パンもどきとパンもどきどっちも一緒にいるフロアだった気がするんですけど、違ったかな。ここ、ここパンもどきでしょ。いや、ここじゃない気がする。パンもどきだけですね、ここ。うわ、5階かー。一番下ですね、これは。見た感じいないんで。そっか、一番下だったか。失敗。音かわいいよね。失敗しましたね。はい、じゃあそのまま5階に行っちゃいます。いないもんね。進みます。一番下のフロアだった。確かここ5階までなので最終フロアなんじゃないかな。5階、最初から最終フロアに来ればよかったのかな。どうなんでしょう。でもちょっと練習できたから多分うまくいくんじゃないかな。はい、5階、あ、いたいた。あれあれ、あの食パンですよ多分。これあれをね回収するんですよきっと。そのはずなので。わ、来た来た。で横取りされてるでしょ。これが原因なので、ここにもう1匹30でしょ。でもう1匹で40にして、はい、あ、はい、持って行ってもらいましょう。こういうことよ。これはね攻撃が直接できないのでうまくやらないとダメなんですよね。2匹しかいないよね多分。みんな1回いくよ。ちょっと難しいな。全部うまく回収しちゃうとあの子多分何もできなくて来てくれないんですけど。いるな。よし、ダメだ。それじゃダメだみんな。20でもあんま良くないんだけど。はい。ちょっと一緒にいて見てみよう。何やってんの。こら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 。こら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 。何やってんすか。ひどい。今回はオッチにお願いしちゃダメなんですよ。はい。少なくなっちゃった。はい、おいで。おーいおいおい、何やってる。どうしたんじゃ。みんな隠されてる、もしかして。あ、これこれ。ほらほらほら、引っ張ってる引っ張ってる。はい、引っ張り勝負して。はい、頑張って頑張って。よし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 。これでね、多分ダメージが入るんですよ。うまくいけ、頑張れ。こうやって、お、来た来た。これ回収できるんじゃないですか。これでオーパモドキがきっと1匹。やったー、完了。そう、こんな感じでやらないといけなくて時間がかかるんですよね。で、他のはあ、なんかやってる。あ、なんかしまわれてたね、でっかいの。はい、頑張って。はい、30ね。はい、あ、40。ちょっとみんなに頑張ってもらわないといけないのであれですけど、頑張れー。足引っ張られてる。足かわいい引っ張られてる。足かわいい。噛みついてるのこれえ、めちゃくちゃかわいいんだけど。どうしたすごいね。ちゃんと見たことなかったけど、オーパーモードキ、これはかわいいわ。さあ、みんな頑張って引っ張っていって。なんか紫ピクミン1匹がちょっと顔の下にちょっと顔の下行ってて、ちょっと怖いんだけど。これでどう。あともう1匹ぐらいいないかな。ダッシュしてた。あれ、なんかダッシュしてたけど、もういなくない？ねえ、これどうすればいいんだろう。もうしょうがない、これ。はい。1個しかないんだけども。何もできない。これ食べてくれるかな。おい、食べてくれない。これオッチーも確か攻撃してくれないんですよね。ほら、困ったなね。何もやれないんですけど。原生生物がもういなくて1匹しか回収ができませんでした。埋められてないしね、残念。2匹回収したかったのに。体ということで、可愛いよね、おばんの時これをね、ルイが食べたいっていうことだったので取りに来てみました。ということで戻ります。1匹回収すればもう大丈夫なので帰りましょう。やっぱり時間かかっちゃったけど1匹は回収できたから良かったです。これ2匹お願いされてたらだいぶ辛かったんですが1匹で良かった。はい、帰ってきました。結果はそんなに良くなかったですけど今回、ルイのお願い事はできてる気がする。すごい周波数の話してる。電波の話かな。それでは報告いきます。次があるのかどうかが怖い。81日目です。ルイの今夜のごちそうシリーズは何個まであるのでしょうか。オーパンもどきが最後なのかどうなのか。いやでも原生生物持って帰ってきてもちょっと面白いですねやっぱり。はい、ごちそう取ってきたか。これ取っとこわ、取っとけ、取っとかオーパンもどきを1匹以上回収する。また食材取ってきて。まだあった、欲しい食材まだある。皇帝デメマダラ、へえ、嘘でしょルイ。皇帝デメマダラって私が苦手なやつじゃないですか。ちょっと確認しましょう。嘘もうちょっと違うのにしてほしかった。はい、じゃあまずは先ほど取ってきたパンもどきからです。こちっこいのがパンもどきですね。はい、ルイ君の解説だと硬い、身が少ない、調理が大変な割に美味しくないが栄養価は高いので今後に期待だそうです面白いよね。で次これです。身はパンもどきより多いが味の方はさらに大味。そんなに美味しくないんだ。え、待って、美味しくないのに食べたかったのずるくないね。ほら、ふっくらこんがりちょうどいい焼き具合さぞかし美味しい食パンであろうと思っていた大パンもどきちゃんですが美味しくないって言われてるね。さらに味は大味らしい。ちょっとこの3人の掛け合いが面白いなで、次にお願いされてるのがどれだ？ちょっといないね。いたいた、これじゃない？ね？皇帝デメマダラ、私が苦手なやつですね。大王デメマダラがこれで皇帝になるとこう背中から出てるのがちょっとゼンマイみたいなのが入るという感じのやつです。これを取ってこいと言われました。へえこれ苦手なんだけどな。ということで次回は皇帝デメマダラいきましょう。名前がでも皇帝っていうだけあってかなり大きいですし、一歩間違えるとっていうか私は多分ピクミン絶対倒されちゃうからやり直しいっぱいやってるんですよねこの原生生物なので。次回はね頑張ってあんまりやり直しもせず1匹も倒されずやり遂げようと思います。はい、ということでこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!